放送ジャイロクラブです。よろしくお願いします。野田のスポーツ公園ですね、そこで今活動してます。会員は大体12、3名ですね、今のところ、新入会員がぼちぼち、入ってますので、先ほど飛んだ、2人乗りの飛行機で、教習してます。大体期間としてはまあそうですね、半年じゃちょっと無理ですね。1年近くかかっちゃうと思うんですけども、安全運転で安全をメインとして、みんなでもって寄ってたかって教えてます。そういうことです。私たち暴走ジャイロクラブは和気あいあいのクラブです。基本的な考えはもう割り勘ですね。あまり皆さんお金をかけずに、楽しむということを、モットーにしています。で、期待額の通り小さいので、皆さん自宅に持って帰って、次のフライトまでに整備できると、そこが一番のいいところかと思います。あとは、そうですね、元の考えが失速しない飛行機ということで設計されています。ですから、きちっと基本を守っていただければ安全な飛行機だと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。